さあ JWP 認定無差別級王者決勝進出者決定戦です。この決定戦尾崎が行くのか、あるいはキューティーが行くのか、まあ、2人ともリーグ戦は6勝2敗、勝ち点で言いますとそれぞれ6点ずつを挙げまして2位に現在並んでいます。したがって関西は全勝でリーグ戦切り抜けましたが、その関西に向かっていくのはどちらでしょう。それをここで決めなければいけません。山本さん、はい、いい表情ですね2人とも ね、 そうですね、両者負けられない一戦ですからね、そしてこの2人、まあ、過去の対戦成績をひも解きますとこの試合が27戦目になります。シングルでは7勝18敗1つの引き分けとキューティーに圧倒的分が悪く出ております。しかし最近のリーグ戦ではそのキューティーが尾崎を捉えました。尾崎にとっては2度続けて負けることはできないと試合前に言っていました。さあ今睨み合いの後、がっちりとお互いがそれぞれ首を捉えましたが、一瞬の力比べ。パワーでは尾崎か。さあ尾崎の蹴りが始まる。2人のシングルの対戦成績、先ほど言ったように尾崎が勝ち越しています。しかも圧倒的ジャンピングネックリーカーの後フェースクラッシュ、フェースバスター、フェースクラッシャーを見舞っていきます。尾崎真由美、無制限の一本勝負、勝った方が関西に挑戦できます。リーグ戦6勝2敗、尾崎は関西とキューティーに敗れました。一方のキューティーは関西とヤギに敗れました。それぞれ2敗ずつ、2人の勝ち星負け星が並びました。ポイントも6点ずつ、決着をつける試合でもあります。もう一発、尾崎が立ち上がり優勢に試合を進め始めています。山本さんはですね、この2人の、はい、まあ、この同期でもありますし、いいライバル関係でもあるんですが、対戦どのようにこう予想されますか。この展開としましたが、難しいですよね。まあ、実力はね、学習してますし、その試合の駆け引きはね、尾崎のは少し上かなっていう感じがありますね。なるほどね。まあ、試合前に私両者に聞きましたけれども、どちらかというと緊張しているというのはキューティーの方でして、まあ、対戦成績から言いましてもその分が悪いのはキューティーでもありますし、その今までで一番もしかしたらその尾崎に対して緊張した試合かもしれないと。なるほど、こう言ってますね。しかしあの今日は2試合やるわけだけども、その2試合やることに関してはそのきついとは私はたとえそうであっても言いたくありませんと。うん、そうですよね。プロであるからにはね、はい、だいたいプロレスだとそう言いたりするんですね、はい。まあ、しかし本当に余裕がないことは確かであるので、その私の 100% ではなくて 120% の力が出るような展開に持っていかなければとキューティーの方は言っていました。なるほどね。一方の尾崎はいつものようにマイペースでありまして、もう気分は関西戦のことしか考えてませんから、そんなこと聞かれてもうーんという感じでありまして、このキューティー戦に関してはもう2度続けては負けないよと、そう言っていました。まあ、試合ですからね、油断大敵という言葉もありますから気をつけないといけませんね。実際9月30日郡山で敗れているわけですからね、尾崎の方は。まあ、尾崎はプレッシャーかかっているかもしれませんね。負けるわけにいかないという、逆に言ったら鈴木の方が、キューティーの方がですね、少し余裕を持ってできるかも、試合が運びできるかもしれませんね。DDT、おでこのあたり、キューティーの切れのある技が爆発します。可愛いお尻をゴーンとぶつけていきました。さあキューティー髪の毛を束ね始めました。尾崎のブロンド、
この茶髪を一つ一つまとめ上げていきます。まるでバービーちゃん人形のようにこの髪の毛を束ね始めて、さあ痛め技に入っていきます。さあドラゴンスリーパーを見せます。ロープを絡めたのドラゴンスリーパー。先ほどは尾崎がペースを取ったかに見えたんですが、キューティーがブレンバスター、なかなか速いブレンバスターを見せます。今度はマット上でのドラゴンを見せます。左腕に抱え込んだドラゴンスリーパー。これ今尾崎がしくも髪の毛が挟まってたのを取りましたけれども、あれ髪の毛が自分の髪の毛がまた邪魔する時もあるんでしょうね。そうですね、女性のレスラー大変ですよね。普通のレスラーだとね、髪の毛引っ張られるという感じあるんですけどね。そうですよね、長いとですね余計きついですね、絡まってしまうというのもありますからね、はい。先ほどご覧いただいたヤギあたりはねショートヘアなんですけれども、はい、この2人はともにロングヘア。あのレスラーによってですね、その髪の毛の引っ張り方をですね、熟知しておりますね、はい、逆に引っ張っていきますから、余計きついわけですね。そうですよね。まあだけどこの2人のショートヘアもちょっと想像できないですけどもね。そうですね、まあ、これがもうその人のコスチュームそのものになりつつありますから、なかなかそういったイメージチェンジも難しいものがあるでしょう。さあキューティーこの辺りのペースは掴んでいます。横抱えからこのまま通すのか、チームストーンパイルドライバーを見せました。ちょっと頭を抱え込んだ、首のあたりに来たのか尾崎真由美。今の場合ならデカネさんね、はい、髪の毛ある方がいい、少しは違うんですね。なるほど、クッションなわけですね。ヤンピングでここらから髪の毛なかったですからね、余計きついわけですね。まともに吹けてしまうんですね。その衝撃はそのまんま来るわけですね、はい、100% ね。確かにそうでしょうね。さあ点数が逆転したのか、おっとトペコンを見せたんですが、これは空振りに終わりました。キューティーはじわりじわりと攻めていきます。そして低い弾道のドロップキックを見舞います。しかもヘッド頭で当たりました。潰していきます。さあ尾崎のペースか、キューティーがヤギにリーグ戦で敗れたことがそのこのキューティーに燃え上がらせた一つの要因でもありました。あれがなかったらもしかしたらこういう成績ではなかったかもしれないし、そのまま関西に挑戦できたかもしれませんとキューティーはそう試合前に分析しています。おっとライガーボム一発放しました。なかなかスイングの大きなライガーボム、いつもですと膝を立てた状態のサンダーファイヤーなんですけれども、ライガーボム一発、その後尾崎が行きます。おーっとロープを利用しての足を絡めての投げを見せました。場外転落。さあ純白のコスチューム、シンクのコスチューム、この2人が場外乱闘を始めるのか。キューティーが持っていきます。おーっとなかなか硬いんです、このあたり衝撃を吸収なかなかしてくれません。そこに DDT あるいはフェースクラッシャーといった方がいいか、おでこのあたりをぶつけていきました。おーっとそしてトペコンイローだ、尾崎のトペコン久しぶりにワーワーの放送で見ることができました。後楽園ホール、水を打ったようにシーンと静まり返りましたが、どこか打ったのかキューティー。さあ何をしようというのか尾崎真由美です。おっと顔面強打、東側のリング外。さあ放送席か、その前を素通りしてくれた。今度は対角側西側に持っていきました。ちょっとキューティーの方は効いているようです。まあ打たれ強い、そして粘り強いキューティーとは言われていますが、この尾崎はそれを十分熟知して攻撃を仕掛けていくでしょう。まあ前回の郡山もですね、その辺の爪が甘かったことがですね、最終的に勝利に結びつかなかったこともあります。尾崎
このあたりはしっかりと痛めつけておきます尾崎です。山さん、これちょっとキューティー頭のあたり打ったんでしょうかね。そうですね、カウント空いています、はい、2人ともですね、短期決戦に行くこうと思ったんですね、2試合目のことを考えて。そうですよね、山本さん冒頭のね、あの見どころでもおっしゃってましたもんね、ということはね、5位になってしまうとやっぱり勝ってもですね、だいぶ不利ですね、はい、バーボール投げっぱなし、サンダーファイヤー投げっぱなしで、さあローリング戦とか、いや向きを変えてのダイビングボディープレス、ボディープレスを見せました。一瞬迷ったんでしょうか、ローリング戦闘を見せようかという脅威があったので切り替えたような感じもありました。おーっと、ジャンピングでクリーカードリック、これは弾き落とされた。キューティーまだ大丈夫だ、意識がある。テキーラサンライズ、うーっと一瞬外して、ジャーマンとテキーラの掛け合いになります。後ろを取ったのはジャーマンか、おーっと10分経過、10分経過、あー、この辺りぶつけたようです。過去26戦して尾崎の18勝7敗1つの引き分けです。尾崎が圧倒的にこのシングル対戦では勝ち越していますが、一瞬の返し技をキューティー持っています。その辺の鋭さ最近は増しています。勝負強さを最近増しつつあるこのキューティーです。さあ2位のクリア、スタンプです、フットスタンプ、もう一発いく、ダイビング2位、いやフットスタンプ、失礼、さあもう一発フットスタンプか、フットスタンプ、今度は越した、表と裏からのフットスタンプ攻撃、社長このようにぐーっと反り返します。勝った方が関西戦へ駒を進めることができます。さあ円髄へ2位をかますか、今ミサイルです。前回の郡山が勝利を収めた時もフットスタンプあるいは円髄2位からの展開でした。クロスアームスープレックス効いています、腰のあたりが効いているようです。これ先ほどあの山本さん、はい、トップロープからの攻撃、はい、それでしょうね、はい、表に裏にまるで焼き返すような感じでこんがりと踏ん張ることができませんね、しましたね、そして2位を払っていきました。踏ん張ることができない尾崎、そしてさあ飛んだブランチャー、蝶のように純白のコスチュームは待っていきました。潰された尾崎です。んーと起き上がってくることができるか、いや引きずり起こしたキューティーです。キューティーが東側の観客席、さあ尾崎を持っていきました。先ほどやられたこれは払い下でしょう、お返しでしょう、リベンジしています、復讐しているキューティー、配布椅子での攻撃を1回仕掛けて、そして自分は早々に帰っていきます。さあ上がってこいというキューティー、最近は尾崎に対する弱いイメージをかき消すような展開をするようになりました、はい、キューティー鈴木、さあ尾崎腰打ちましたね、あーなるほど、はい、ドラゴンスープレックスホールド、このまま、あーそうですね、尾崎がちょっと崩れ落ちています。尾崎ちょっとピンチか、さあこのままキューティーが決勝戦に順調に駒を進めることができるのか、リーグ戦で尾崎を破ったようにそのままの勢いを持ってこの決定戦も破ることができるのか、投げっぱなしのジャーマン、ドラゴンの投げっぱなしか、いやーと脇頭に入りました、一瞬の育造の隙です、育造の隙を取って脇頭、この辺は忍耐強い我慢強いキューティー、打たれ強いやられ強いキューティーですが、じりじりとロープ際に寄っていきました。この
尾崎もちょっとまだ腰のあたり構えながらの試合のようですが、さあ入れ替わった、おーとすかされてしまいました。ミサイルはすかされて、そして尾崎です。尾崎がおーと返した、これは強烈なところ落ちたようです。スッとスタンプ、まるで肩のあたり砕くようなスッとスタンプを見せました。そして腕しぎ、これはロープです。今の今年さん肩のあたりですよね。そうですね、ちょうど記者の肩のあたりで私直接捉えることはできなかったんですが、これはカウント2です。タイガースープレックスを見せましたがカウントは2。いや、先ほどは腰のあたりで一瞬息が止まっていた尾崎ですが、今度は肩を強打しまして、いや打つ踏みつけられまして、キューティーが息が止まっているような感じです。上げました、無理やり引っ張り上げた。さあ尾崎はどうするんでしょうか。このままあーと返し技です。なだれ押してキューティーがカウントは、カウントは2になりました。尾崎が仕掛けていったんですが、以前あの福岡でね、デビルを下した時のあの返し技にも似ています。キューティーが今返していったんですが、ライガーボム、このまま返しては2です。それぞれがキャメージを追っています。キューティー、ね、ティも右腕ですね、上げられないような感じですね。先ほどの肩口ですね、やられたんでダメージは五分と五分のような感じになってきました ね、まずはコーナーに叩きつけて、さあこれからだと言わんばかりの尾崎の攻撃です。おとカウンターになりました。張り手ならぬ張り靴、あーとおでこにダイビングニーだ、ちょうど眉間にヒットしました。先ほどまでこの後挑戦を受ける格好の関西がこの試合を見つめていたんですが、今はどうでしょう。また今度は頭部にヒットしました。さあこのままカウントはまだ2です。まだまだという感じ。まあ尾崎もしぶとさを持ち合わせています。さあキューティーがもう一発いきました。これは空振り、カウントは2です。お互いに少し動きがそれぞれのダメージのため鈍くなってきていますが、テキラサンライズ、これで決まりか。テキラサンライズキューティーに仕掛けました。まだです。試合が始まって17分になろうという長い試合になってきました。短期決戦にお互いに持っていきたかったところはありましょうが、抱え上げて、おお、さあどうするんだ。このまま投げを打つのか。あーっとドラゴン状態に取られた。キューティーの上だ。キューティーがドラゴンに取られた。いや違う、このまま後ろに回り込んでいきます。このままなだれ落ちた。なだれ落ちのエビ固め。